僕の名前はイゴルです。10歳です。名古屋の教会に通ってます。名古屋の教会に通う前は友達とずっと喧嘩をして落ち着きませんでした。名古屋を通い始めて聖霊様のことを聞き欲しくなりました。それで聖霊様をもらいました。それで友達と喧嘩をしなくなり仲良くなって落ち着きました。それにお母さんの従いをしました。それでこのビデオを見ている方はぜひ名古屋の教会に来てください。絶対に人生は変わります。